ワシントンに到着しました。アイダホは素通りして、でさっき REI 寄ったワシントンの街が何だっけ、スポーケン、あ、スポーケン、スポーケン、そこは大雪だったよね、うん、で REI の駐車場から出る時ももうスタックしちゃって大変で、うん、今ちょっと走ったらもう雪ないけど、で今日のモーテルこれです。レインボー、レインボーってか、レインボーモーテル、でそこにチャイナレストランが一緒についてるっていう、ちょっと不思議な感じの、ね、でもアイナホで今日久しぶりに人種差別を、なんかチャーリーとかにもアイダホ気をつけないとかって言われてて、で俺も前行った時もアイダホで運転しててすげえ罵声浴びせられて、で今回も僕らこう運転してたら全然こう何こう十字路で左側から来る車に思いっきり中指2回立てられて、だからちょっとやっぱこう白人が多いとかちょっと怖い。で、モーテルはここです。一個一個になってるやつもあるんだよね。そう、なんかちょっとあるんだけど全然鍵ある、こっちも、はい、はい、で、鍵がこれもザ・モーテル、すごいシンプルな部屋番号だけ書いてある。あ、でも臭くない。お、あ、うん、でも芳香剤みたいな匂いがきつい。謎にテレビがついてる謎にテレビがついてる。そう、いや、すごい冷蔵庫でかっ。冷蔵庫でかいな。なんかモデルあんま冷えてない。あ、一回冷蔵庫入れよう。はい、うん、絶対使いたくない氷が入ってるで、こう普段ね、いつもワイン飲んで、うん、置いてあるコップ使ってんだけど、なんかもう使いたくないから買いました、うん、あとミチェラーダのちょっと違うバージョン見つけたから、これなんだ、カメ？カメ、見たことない。カメじゃないんだ、だってこういうないもんね。あ、トカゲ？っていう感じで、これなんか、あ、ここに匂いのやつついてんだ。あー、なるほど。電子レンジとかも。いや、この匂いのやつ結構きつい、強めの匂い、うん、あ、じゃあ椅子も2つあるし、ほんと、いいね。で、はい、こっち、やばい、実は今日、もう一部屋初めて、あ、すごい、こっちでいい、はい、え、逆にいいんですか、あっちか、あっち、うん、俺あっち、あっち、はい、いいよね、うんうん、あ、すごい、うん、なんか、うん、なんかやっぱベッドの上にこう絵が飾ってある感じがすごいさ、モーテルっぽい。そう、オッケーオッケー。で、トイレ、おー、なんかさ、暗い感じだけどちょっと傾いてね、かなり本当だ、うん、これビー玉置いたらこっちにビャーってくるよじゃ、ここにもついてんだよ、暖房器具。でも、うん、でもまあ綺麗、ティッシュもあるし、うん、トイレ、あ、これでもちょっとあれだね、見て、普通この便座に巻いてある紙がなぜかここに置いてあるってこと。え、誰か使った、テレビを設置したしね。え、やだ今日はこれだ、シャワー室みたいな、うんうん、どうですか、上は出ます。あ、よかった、水圧もいいです。
今日はそんな感じで。で、多分日本、あ、鏡あったか、うんうん、で日本が今大晦日なんだよね。そうですね、うん、はい、今こっちはまだ30日で、明日シアトル行って、でそこからこうオレゴンとか行って下って LA の方行こうかなと思ってるんですけど、今年1年お世話になりました。本当におかげさまで今年1年はすごいこうメンツもいろいろ変わって、こうテンボックス知ってる人は大丈夫かなとかってすごい思ったかもしれないんですけど、ようやくちゃんとしたメンバーがかえちゃんで決まって、これからちょっとガンガン行こうぜと本気出せると思うんで、よろしくお願いします。お願いします。本当に今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。